どうも、ヌメルゴンです。やっていきますか。ついに追加されたということで、いいね。ヌメルゴンは結構ね、嬉しいね。でも、もっとかっこいい600族他にもいたやろうって思うけども、このね、ヌメラの時が可愛いんだよな。持ち物は力のハチマキに、気合のハチマキからの、あとは、連打スカーフだね。このキャラ、特攻型のキャラなんだけど、通常攻撃結構主体だしね。そんな感じあるんだよね。さあ、泡とか使ってしっかりと野生狩りね、終わらせていこう。メダルは赤メダルで、特性が草まれに入ったら体力を回復できるという特性と、まあ、あとはね、闇闇のあれも行きたいけど、まあな、はい、体当たりしていいよ。さあ、泡使って自分に防御しといて。そう、打ち合い性能結構高いからね、これね、ちゃんとやれてれば。さあ、泡使っていいよ。やれるんじゃないこれ。よし、捕まえた。泡使っていいよ。で、はい、スピード使って体当たり、逃がすなこいつを。はい、あとディフェンスタイプだね。ヌメルゴンはディフェンスタイプだから、うまいことそういうのも使っていきたいね。あ、今回復したの見えた。回復も見せてあげたいな。草むらに一定時間いたら回復するんだから。特性が溜まってねえわ。そもそも特性が溜まってなかった。あとね、まあ、いろいろ話したいことは山ほどあったりするんだけど、任せていいやと。ナイス。で、濁流を覚えていこう。濁流はね、自分の防御と特防を上げていけるんだけど、技何回も打てるね。めっちゃカチカチに、自分の防御と特防を上げて、濁流が当たった敵に、ダメージ、相手に当たるダメージを低下させるっていう、デバフをつけるっていう、そんな感じだね。で、ユナイト技は、雨を、自分の周りに雨をね、降らすんだけど、雨を降らすんだけどさ、その雨が降ってる状態の時は、体力が自動で回復して、あとは、ずっと強化攻撃状態になるっていう、なかなかにいい性能してるんだけどさ。はい。で、濁流使っていいよ。何？まあ、いいんだけどさ。闇闇入りそう、これ。いるよね、やっぱり。いるよ、いるいるいる。いる。任せていい？これ、狩るわ、俺。早めに。運にそこ任せて。で、強化攻撃打ったらさ、濁流がね、回復するっていうのめちゃくちゃいいよね。いる近くに。お、いた、いた。見つけた。鉄格や見つけた。はいよ。濁流当てて。こいつは、こいつ遊んでる暇ないんだよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ遊んでる暇ないんだけど。まあ、やつがね、いつ来るかわからんからな。怖いからな。はい、捕まえた。いいよ。はい、当てて。はい。楽で当てて、はい。やみなみくん。楽しい？このゲームやってて。楽しいかい？そのムーブしてて。楽しいね。はい。楽で使っていいよ。はい。そう、カチカチになれるからね、ヌメルゴンはね。ただこの体力はちょっときついかなーって感じは非常にあるんだけど、見て見て。いや、回復したでしょ、めっちゃ。体力が草むらに入れば、一応回復はできるんだけど。あとはパワーウィップとか使って、いろいろできるっていう感じだね。まあ、回復するか、草むらに入って。これいいよね、なかなか。これいいよ。はい。で、パワーウィップで引き寄せて、濁流使っていくんだけど。まあ、ユナイト剥がれたらさすがにちょっと厳しいかな。うん。いや、でも、そろそろディフェンスタイプの追加欲しかったからな。結構嬉しいよね。これどうしよっかな。なんか集団戦そんなできなさそうだから、もう、俺もちょっと一旦レベル9までエゴイスムーブしちゃっても良さそうな感じあるけどな。ザシアンがちょっと集団戦、ね、いつ寄るかわかんないから、まあザシアンが寄ったら一緒に攻めるんだけど、あ、ユナイターズが溜まった。これは強いぞ。これは強い。これは強いぞ。ユナイター吐いて、これで自動回復しながら、パワービック使って、もうずっと強化動き打てる俺、今、ちなみに。はい、いいよ。で、走れ、走れ、走れ。パワーウィップ。そして、殴れ、殴れ、殴れ。ガンガン殴れ。ガンガン殴れ。がっつり。バッチコリ、バッチコリいけ。ははは。いいよ。まあ、こんな感じでね。
やっていけるっていうわけなんすわ。これみんなで殴押してなかったんだね。なんかあれだったね、レシリキを殴りに行っちゃってたね。まあまあまあ取れたからいいんだけど、まあそんな感じで HP 回自動回復つきながら技は強化攻撃に変わりますよっていう。ちょっとザシアンここからないし買っていこう。あいつがなんだよね俺的には。闇闇がさ、いちいちここ来るのちょっとめんどいよね。パワーリップいやピカチュウストレスだな、ピカチュウストレスだな、すげえストレスピカチュウが。ただユナイト入ったからもうあれだろうし、うん。でもちょっと雑かった気はするね。雑かったよちょっと。さあ取りに行くかみんなで、せっかくだし。ユナイトが溜まってっから俺のアメアメフレフレで。ザシアン多分集団戦ってよりもあれだね、来た引き寄せていいよ。集団戦ってよりもザシアン行ったのよりザシアン一旦集団戦やな。これザシアン先にオブジェクションじゃなくて一旦ちょっと集団戦やろうよ。これこの子エリートだったからちょっとしゃあないところはあるか。それはあるね。ただこれちゃんと集団戦、あ飛べばよかった。まあいいや、レベル上げしようぜ。ちょっとエゴイスムーブでいこう。ただめちゃくちゃ硬くない？濁流でカチカチになりながらね、火力も出していけるっていう。通常攻撃殴って火力ないわけじゃないからね。だって通常攻撃振ったらさ濁流がさ溜まるんだよね。あとは草むら入ったら回復もできるし。で、はい、うわ外した。まあいいけど帰っちゃうかな。どうだろう。いやー辛い、それ辛すぎる、辛すぎるな。なんか先にちょっと集団戦をやりたいけど先に触っちゃうよね。ちょっと先に触っちゃうのがちょっとなんか結構大変だぞ。だって相手に不思議花いるから、これ先にさ潰さないとさ結構厳しくない？あゴール割れてるからこれ無理だわ。ザシアンに注目って言ってるボロボロなんだけど。ちょ13レベル目指していこうぜ。ちゃんと集団戦できたらまああとはレッグザ戦よ。レッグザ戦でどう変わるかだから、それはやっぱりあったりするよね。でも一応気合いの鉢巻きはもう温存できてるから、あとはユナイト吐いて。うわザシアンが行っちゃったの痛すぎる痛すぎるよーねザシアンよ。ウーラオスも裏取り行ってるし、ちょっとマジで集合しようよ。これピカチュウ狙われたらめんどくさいんだって。雷で草むら探されたらこれかむたい。めだいで、いやこれ俺一人じゃ無理だな。一旦逃げた方がいいな。これザシアン来てるから耐え切った耐え切ったの硬くない？すげえかあ、嫌だなそれ。いやなんか人数少ない、どうしたもう何が起きてんだよもうここでいや引ければよかったんだけどな、ガン引きすればよかったな。いやマジで噛み合わんな。頑張って噛み合っていきたいんだけどちょっと厳しいよね。ワンチャンあるぞ、本当にワンチャンある、ワンチャンある。真ん中集まろう本当に一旦ガチでさ、真ん中集まろうよ。さあレックザちょっと中途半端に殴ってるからワンチャンマジであるよ。集合、もうこっからダメ、こっから単独行動禁止。そういいよ、もうガンガン行って、ガンガン行っていいよ。オッケーナイス、いいね。そう集まればね勝てるからそういや最悪すぎる。あでもいいよ、全然いいよ、全然いいよ。それ帰らせられてもだってスピーダー取って
ある？いや、ないのか。21突き込めばいいからな。はい、21。はい。40入ってで、ユナイト入って、あとピカチュウはもうパワービフとか、パワービフとか使ってね、これで。はい、もう仕留め切りますよと。ちょ、ピカチュウ最後邪魔だったな。これドアンドル勝ってんのかな。いや、なんかもうボロボロだった。本当に。地獄みたいな試合したんだけど。ヌメルゴンはね、いや、そうなるわ。さあ、頑張っていきますか。いや、でも、ヌメルゴンね、悪くないと思う。結構カチカチだし、回復しながら殴り合えるっていうのは、なかなか、楽しいけどな。いや、序盤もね、さっきやった感じ、どうした？ねえ、下一人だよ。どうした？今のポケモン見ないとなんか、どうした？ケロマツ、ケロマツ、お前どこ行っちゃったんだよな。買っちゃうよ、時間ないから。マスダーっていう名前だね、あいつね。なるほど、面白き。はい、取っていく。いいね、意外とね。来た、これ来るんだったらそのまま戦うよ俺。はいはい、うわ惜しい。回復して、回復、回復しちゃうんだよね俺ね。特性でよ、ごめんね、硬くて。やりきれ俺が。はい、ナイス、いいね。月光がよくやった。お前が死んだのは忘れんけどな。死んだの、死んだのじゃ。ザッシャンは聞いてない。ちょ、ザッシャンは聞いてねえわ。ごめん、ザッシャンは聞いてない。はい、シールド展開して、いいよ。あー、俺バフ食らってっからこれ普通に死んじゃうわ。やらかしたわ。木の実では、木の実は食えたけど、やらかしたなこれはな。ちょっとやらかした俺も。もったいないことしたわ。せっかくに生きるしたのにね。ただザシアンがそっから入ってくるとは思わなんだだったな。いや、きつすぎる。ガチできつすぎる。なんだこれは。おっ、取った、いいよ。意外と取れる泡、結構強い。あと自分にシールドつけれるしね、割と強い。取った、いいね。意外と取りやすいよな、結構取りやすい。やべ、帰った、最悪だ。死ぬ死ぬ、危ない。ザシアンがやだな本当に。いや、もう取れねえこれは、無理だな。一旦帰るか。いや、ちょっとケロマツもね、ケツマロか、ケツマ。前コメントだったんだけど、ケロマツのことケツマロ呼びしてるやついて、ちょっとウケたね俺は。ケツマ。いいね、だってケロマツってシルエットケツみてえだもんな。悪くないよ。ザシアン上にいるんだったらここはもうがっつり行きたい気もするけど。はいはい、いやー、きついよー、厳しいな、めちゃ厳しいな。なんかな、ちょっと相手の編成良すぎ、良すぎ。だってなんだっけ、ピクシーにヤドランにザシアンにエーフィーでしょ。ちょ、かなりやべえんだけど俺たち、クソやべえんだけど。いや、まあ、でもね、結構ね、ヌメルゴンね、一人じゃ何もできないってわけじゃなさそうな感じするからさ、とりあえず進化しないと始まんないわ。エゴイストムーブでいく、こっからは。さあ、ケツマロと一緒にね。もうケツマロじゃなくなってるけど、やらしてきそうだもん、こういうとことか、ね、敵が勝ってきそうですげえ怖いから。さあ、濁流がすぐ使えるようになるのめちゃくちゃいいよな。壊しちゃってもいいと思うけどな、一旦な。壊させてか。いいと思うけどな。ユナイト技覚えたいな。で、ユナイトからちょっと殴り合えるようにしないと。てか、ユナイト技か回復技っていうのが、結構ね、いいと思う。理にかなってると思う。ただ、このキャラ、特攻型モンスターなのが、なんかあれだよな。ん？ってなるとこはあるけど。割られた、最悪だ。まあ、でもいいよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。しゃあない、これもう引きこもってレベル上げしないとさ。
経験値もさ、味方で取り合っててさ、ちょっと進化できる気しねえんだけど、マジで。やばいぞ、本当にやばいぞ。これが、ぜひとも欲しい、俺は。ユナイト覚えなきゃいけないし。さあ、パワーウィップ、覚えて。来るか、来た。はい。ザシアンがなぁ、うわ、最悪だ。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。よく逃げた、それ。えらい。いや、もうでもレベル上げぐらいしかやることないよ、もう、正直。こんだけゴール、ゴールぶち割られてんだったら、もうレベル上げして、でもザシアンとはね、割と殴り合える方の部類だと思うんだけど、ユナイトからのあれは分からんな。食らったら普通に死んじゃいそうな気がする。だってゴールさすがに無理でしょ。あそこ壊すのって。結構無理そうだけどな。いけんのかな？いや、ちょっとでもフーパが効いてるわ。あのね、フーパがダメだわ。あれ、残りミリの体力を、多分ザシアンいる気がする。いないか。戻ったか。フーパがね、いるからちょっと突っ込めないよな。あと残り体力ちょっとってなっても。さあ、ご利用してくるかな。どうだろう。来たな。はい。これ殴り、これ殴り合う。はい、パワーアップで引き寄せて、殴り使っていいよ。いや、マジダメだよ。本当にダメ。これヤドラン、本当ダメ。よし。硬い、硬い、硬い。頑張れ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 、すげえ勝てちょっと人数が足りんけど、でもめちゃくちゃ硬くなかった。いや、ナイス、変えたかやったわ。いやー、ちょっと厳しいか。でもあとは月光がやってくれそうだけどな。やれそうじゃないと月光が。どうだろう。いるね、パワーウィップ。はい、気をつけて。よーし、ナイス。結構ヌメルゴンだからやれる方の。全然こいつ今ちょっとなんか1戦目も2戦目もちょっと集団戦がおしゃかだからさ、ちょっと きついけどさ、ヌメルゴン普通に強ない？これ結構いいディフェンスモンスターだと思うけどな。タンクとしてはなかなか。パワーウィップで引き寄せたりもできるしな。集団戦がちゃんとできてればの話だけど、こういう風に逃げる敵をバチコーンって引き寄せて、逃げれないようにできたりとかはするから。で、逃がさんようにするわ、これ。いったね。よし。で、ワイプ使って、全然いい、全然いい。ここで殴り合える、ここで。濁流使えば俺。濁流使えば俺、特攻上がるからね。特防か。特防上がるから、濁流使えば。はい。ただそう、寄せがちょっとね、なんか、結構、時間稼いだと思うけど、寄りとかもね、なかなか敵が早かったりするもんな。結構さ、あれじゃない？耐えれるくない？で、こっからはちょっと気合のハチマキを温存したいから、まあんまり正直戦いたくない。だからここは、ユナイト技とか吐かないようにしたいけど、味方吐いちゃうかな？どうだろう。で、技の回転率とかも結構早い。あ、パワーウィップも短くなる、これ。めっちゃいい。パワーウィップも短くなるよ。強化攻撃かなんか打ったら、通常攻撃打ったら。諦めになって、まだいける。いや、これでもきついな。でこれはね、もうゴール無視でいい。行かなきゃ終わる。きついね。きついね。これもう、タンク、きつすぎる。でもヌメルゴン硬い。ちょっと無理だな。俺も一人で突っ込んじゃったけど、でも、あそこ行かないとさ、取れるか。いや、取れないよな。大丈夫かな、今回の試合。どうなんだろう。環境キャラいない気がするよ、俺たちの編成に。で、俺もエキスパートの1なんだけど、ちょっと、ねえ。やめてよ、あの、エリートと組ませるの運営さんよ。マジでストレス、本当に。しゃあないけどさ、そこはもう。そんな人口も多くないだろうし。それはちょっとストレスね、割と。あれ？今さ、遠距離攻撃打ったね。強化攻撃遠距離攻撃なんかな？ぽいよね、なんかね。え？あ、打って。はい、取っていいよ。
いいよ。当たり使って。いいよ。泡使って。はい、ナイス。序盤強いんだよな、レメルゴンって。序盤強いのがね、めちゃくちゃいい。ガチで。で、泡結構強いんだけどさ、すぐ溜まるっていうのも、泡のラスト人強いんだけど、すぐ結構技が溜まるっていうのも、めちゃくちゃいいところではある。いや、溜まんなかった。最悪。はい。取れた、それ。取れたね。ナイス、いいね。いや、もうバチバチにやっていこう。大丈夫。体力は大丈夫。硬いから、俺。硬いし、しかも、いいね。まあ、シブーンが結構今回、序盤俺たち、序盤猛者すぎる。ただ上レーンがちょっと心配なところはあるけど、大丈夫かな、どうだろう。どうやろうな。序盤は完封ってとこかな。超強いね。で、回復もして、いや、レメルも結構強いよ、やっぱ。なかなか強い。集団戦ちゃんとね、できれば本当に強いから。濁流打って、いいよ。で、濁流打って、はい。やれんかったか。濁流打って、しっかりと。あいつはマシブの餌食になったな、完全に。完全にマシブの餌食になったな。で、回復しよう、回復。草むらに入ったら攻撃したら回復なくなるんだね、効果ね。特性の回復。めちゃくちゃ回復するけどね。700ぐらい回復した割と700ダメージ、700ぐらい回復してそうだよね、結構。待って、寄ってあげた方がいい、これ。間に合い、頼む。はい、こんにちは。ナイス、いいね。いいね。今回勝てるかもな。今回は熱いぞ、だいぶ。ただ、キューコンの守りがね、結構硬いというか。これはね、後ろから、こんにちはスタイル。よし。人数かけていこうかね。で、いや、マッシュ分強いから、割と任せてもいいかなっていう。いや、取れんかったか。まあ、しゃあねえじゃ。ファイアローマシかな。これちょっと欲しいね。そしたら俺8レベルになってパワーウィップ覚えていけるからね。いや、回復できるのマジ強い。引き寄せて、いいよ。いや、これ強い。引き寄せてからの濁流がね、やっぱね、熱すぎる。それ強い、ピカチュウ。マジでナイス、それ。いや、決めて。ナイス。いいね。まあ、あとはじゃあ、一旦体力回復。して、そうだね、下ルート行こう、下ルート。相手の陣地とか荒らしながらっていう風に、したいけど、まあ、残ってはないから、あとは、ユナイト覚えたいんだよ、ちょっとね、ユナイト覚えたい。ユナイト覚えたら、まあ、がっつり行こうか。で、ワイプ使って、いいよ。ユナイト使って。逃がすな、こいつ。はい、逃がさないよ。いいね。で、はい。濁流使って。闇盛り返すとか撃ってくんじゃねえよ、てめえ。はい、甘い。甘いぞ。いいね。助かった、ピカチュウ。いや、やっぱね、集団戦できたらほんと強い。集団戦できたら強いわ。だって、自動回復が弱いわけないもんね。ほんとに。ずっと強化攻撃みたいな。弱いわけがないしな。強いしな、普通に。止めれるそれ。止めれんかったらもしゃあないけど。はい。待って、それはちょっとやだな。ファイアルに任せてよさそうだな、あれは。倒せるでしょ。変えるか、一旦。いやー、いいね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 。やっとまともな試合ができてる気がする今のところね。いや、でもヌメルゴン序盤強いし、殴り M 割と強いからね。濁流さ、重複すんだよ、効果が。全然いいよ。はい、全然痛くない、それは。ナイス、いいね。さあ、潰そうか。
まあそのまま行っちゃってもいいし、全然これ欲しいな。楽に使っていいよ。パワーウィップを適当に打っちゃダメだな、本当に。パワーウィップ、はい。でナイト履こうか、せっかくだしナイト履いて、で濁流使って耐えていく。全然痛くない、全然痛くない。でも普通に痛い、結構痛い結構痛い。オーロット強え、やっぱオーロットね強いわ。先にね、なんだっけ、怪力から俺崩しに行くべきだったね。そこちょっとダメだった、ダメだ。先に怪力崩さないとオーロットと殴り合いはマジで良くない。いやでもさすがに取られそうじゃないそれだよな、さすがにいかれそう。ゴールエリアも壊されると思うし、敵に取られたくないから。でもウェレンは、ウェレンやばいかな。でもウェレン枚数足りてそうな気はするから、ちょっと時間かけてもいいかなとか思ったけど、全然いいよそれ。はい、いいよ。あとみんなで処理かな。こなぐったんかあいつ。13レベル目指してやっていこうか。いやほんとオーロットと殴り合うのはねマジで良くないわ。一瞬でオーロット削り取れれば話は別なんだろうけど、そんな無理だしな、そんな感じではないしこのキャラは。だから先にカイリティかな。浮いてるキャラを先に潰しに行きたいっていうのはあるね。挟み撃ちでいこう。待ってろルカリオ。よしキルパクみたいになっちゃったけどね、キルパクみたいになっちゃったけどさ。あと青バフもらっちゃうか。そしたら濁流いっぱいつけるし、濁流4回ぐらい重複するから効果。さあ追いかけるやつを、どこ行った。あーいるね。うわそれ大丈夫かな。いやーやりきれんかった、許してほしい。火力が足りねえ。ピカチュウが動いてない、なんでだ。いやオーロットと殴り合いたくないんだけど、殴り合うことになっちゃうとはな。めちゃくちゃ寄ってくる。ただ俺早いから回復できるよ。理想探せでいいよ。いいねいいね。先にこいつから、ちょめちゃくちゃ実験稼げたけど、なんかな、ピカチュウのユニライトにかかってる気がする。いやーで硬い硬い硬い、硬すぎるこいつら。なんでそんな硬いの君たち、マジで。まあでもファイヤロマッシュ分ユナイテまだ入ってないから、そこでワンチャンなんかできればいいけど。いやー取れねえよなー。